ましたが、ここまでの活躍者といえば、そうです。この決勝までというのは、やはり伊藤選手の活躍が非常に大きかったと思います。その辺のところ、そして今日のご報告をお願いいたします。こんばんは。もう得点を決めても絶対に日本を脱がないと心に決めた。ユニフォームを脱いだ代償でよかったです。まあとにかくもう選手、全員で、この天皇杯を勝ち取れたことは、まあ、今日の決勝でナベ君がゴールを決めたことに全て、集約されていると思います。まあ出場停止だったり、怪我で出れない選手の代わり、本当にチーム全員で、タイトルを取れたこと、全てはサポーターの皆さんのおかげだと思っています。また来季タイトルを最低一つ取れるように、また選手全員頑張っていきますので、熱い声援よろしくお願いします。